春は新しいスタートの時期でもあります。4月5日富士市立看護専門学校では入学式が行われ、新入生40人が看護師を目指し新たなスタートを切りました。そしてコミュニケーション能力を高めてほしいという皆さんが看護師として向き合う患者さんは富士山と海を合わせ持つ本市の魅力を持ちを忘れることなく自分の力を信じることばかりではなく、辛く苦しいことがあるかもしれません。日々変化する医療にも対応していけるよう常に探究心を持ち勉学に励んでいきます。富士山を望むこの学び屋に同じ看護の道を志す者が集まっています。困ったり迷ったりした時にはいつでも相談してください。先輩がすごいらしいです。3年間同じメンバーで上がっていくのでとても仲がいいです。あの発音ってある私初めてして、ね、もうちょっとだよね。なんでだ。お母さんが看護師だったため看護師の道を目指すようになりました。しかし2回のナース体験で助産師の体験をさせていただいたときに助産師の仕事に魅力を感じ、将来は助産師になろうと思っています。私はもともと歯科助手の仕事をしていたんですが、その中で患者さんと関わることの楽しさを知り、医療に携わる責任と喜びを実感しました。しかし歯科助手ではやれることも限られてくるので、看護師のようなもっと専門的な知識を身につけたいと思い、看護師を目指したいと思いました。頑張ります。この春新たな生活をスタートさせた皆さん、それぞれの目標に向かって頑張ってください。